別っこうはごろもりやジャポニカメリッカーは、ハゴロモ科の昆虫の一つ。褐色の前種には二列の無色の体重半紋がある。日本ではこの類で最も普通な種である。体長6から8ミリメートル。羽の後端までなら9から11ミリメートル。前種を開いた時の横幅は20から24ミリメートル。全体に、ジ色は、アン褐色。頭部は、前後には、 ごく短く、横には幅広く、小中線に縦の隆気線がある。全体に、暗褐色から暗記褐色。複眼は暗褐色で、単眼は淡紅色、触角は高褐色。小立て板は大きくて暗褐色。中央に3本の縦に伸びる隆気線があり、左右の2本は前端で小中線のそれと繋がる。腹部背面は暗褐色。 全身は幅広く、全体に暗褐色から高褐色で表面に暗緑色の粉を装う場合がある。また、後端の円に平行する形で内側に2列、無色の帯状反紋がある。この反紋の外側のものは中央付近で羽の基部側に少し突き出た形になっている。また内側のものは羽の側面側少し手前で区切れ。 円に独立した無色斑がある形になっている。またこの2列の無色斑に挟まれた部分の円近くに周囲より暗い色になった反紋がある。ただしこの反紋には若干の変異があり、全体に淡い色になった個体や無色斑に褐色を帯び、反紋が不明瞭になる例も知られている。光子は透明で円沿いと中央付近が少し褐色を帯びている。幼虫は 体形は成虫に似ており、全体に淡褐色。腹部の第7、第8節に小さな突起があり、その先端に茶褐色の長い毛束を持つ。これを反転させ、傘状に開いて体を覆う。産卵はごく細い枯れ枝に行われるとされる。卵は楕円型で、長さ 0.9mm、先端が少し尖っており、乳白色を呈する。卵で越冬し、 幼虫の孵化は5月中旬頃で、新章や枝の上半分などで吸収しながら成長し、この時老物質を分泌する。成虫は7月下旬から8月上旬に出現する。メスは孵化の後2週間頃から産卵を始める。細い枯れ枝の先端付近に産卵管を差し込み、十数個の卵を一列に、やや斜めに並べて産みつける。本州、四国、九州、津島。 沖縄、石垣島から知られ、国外では、台湾から知られる。この類では最も普通に見られるものである。同族のものとしては、姫べっ甲葉頃もあるイニアタがある。この種は、体長4ミリメートルと本種よりずっと小型であり、また全種は全体に、褐色で濃淡の違う、タイ模様になっているので区別は容易である。この種は、本州以南、台湾、フィリピン。 マレーも分布し、日本では個体数は多くないが、時に稲の害虫になる。別属だがスケバハゴロモ、アミガサハゴロモは同程度の大きさで、しかし反問がはっきりと異なる。クワ、茶、ウド、リンゴなどの作物から吸収することがあり、農業害虫とされるがさほどの問題にはならない。クワからも吸収するが、こちらの場合、スケバハゴロモと同様に、 幼虫、成虫が分泌する、老物質や、脱皮核が多量に付着すると解雇の資料として、使用できなくなり、この被害の方が重要である。以下、種として、石井岡編、P323, 埋めたに、岡田編、P607, 埋めたに、岡田編、P442, 埋めたに、岡田編、P442, 埋めたに、岡田編、P607, 梅谷、 岡田編、P607、伊藤田編著、P160、石井岡編、P323、安松岡、P129、梅谷、岡田編、P442、梅谷、岡田編、P607。ありがとうございます。